皆さんこんにちは、コインオタクの伊藤です。この動画では仮想通貨ブロックチェーンの最新の話題をお届けさせていただきます。本日のテーマはこちらです。 Google がコインベースと業務提携を発表しました。はい、というところでですね、Google が、仮想通貨取引所でもやるのかいっていう話なんですけれども、実はですね、Google の提供するサービスにですね、仮想通貨支払いの機能を入れるために、コインベース、これはアメリカの一番最大手のですね取引所なんですけれども、コインベースさんと組みましたよという話になります。これによってですね、サービス展開として、Google クラウドのサービス、使っている方多いと思いますけれども、こちらがですね、仮想通貨支払いができるようになるというようなお話なんですね。で、コインベースさんは取引所ですから、いろいろ仮想通貨関連のビジネスをやってるんですけども、結構複数の仮想通貨で決済できるんじゃないかというところです。まだサービスローンチしていないので、どんな通貨でですね、決済できるかはまだ不透明ではあるんですけれども、いわゆるアルトコインですね、メジャー銘柄ではないアルトコインみたいなものでも決済ができるんじゃないかというふうに考えられています。はい、このニュースですね、見ると、仮想通貨支払いで大手さんが参加してくることによって、やったと、ね、仮想通貨を使う機会がどんどん増えたよという方もいれば、こうやってどんどん世の中がね、仮想通貨支払いに対応していけば、需要が出てきてね、どんどん価値が上がるんだというふうに思う投資家さんもいらっしゃると思うんですけれども、これの肝はですね、取引量が増えることだと思うんですね。いわゆるトランザクションの数が増える。トランザクションの数が増えたら何がいいのかね。今スケラビリティ問題って言ってですね、トランザクションの数がさばけないということが課題になっている通貨もあるぐらいなんですけれども、やっぱり取引が多いというのは、そのブロックチェーンがアクティブに動いていることになりますので、とてもとてもこの経済にとってはいいことなんですね。それはですね、ビットコインで言うと、皆さんよくわかると思うんですが、ビットコインは2140年にマイニング報酬がですね、なくなると言われております。システムで組んでいるんで必ずゼロにはなるんですけども、それがですね、いつのタイミングなのかなってこうね、常に計算をしてるんですが、大体2100何年と言われております。2100何年だったら、見ていただいている方ですね、何年後の未来の方が見ているかわからないですけども、基本的にはお亡くなりになっているというところなので、そこまで先の未来は知らないよという話になると思うんですけども、その時にですね、マイニング報酬がなくなったら、誰もマイニングしてくれないわけですから、マイニングしないとですね、ビットコインというのは取引ができないんですね。なので、じゃあそしたらその2000何百年とかに無価値になっちゃうんだよねという話になってしまうんですが、マイニングの報酬ってですね、2つから支払いされていて、1つはですね、もうブロックチェーンから、自動で、ロックされているものからですね、吐き出されるのが、報酬扱いになっています。で、この自動でロックが外されるというものが枯渇するんですね。ゼロになるように設定されていて、それでおしまいという形になります。で、これプラス取引をしている人がマイニングをしてくれている会社にですね、個人とかにですね、手数料というのを別で払っています。で、この手数料、ユーザーが支払う手数料とブロックチェーンから解放される、ロックされていた、発行前のビットコイン、これがですね、合わさってマイニングの手数料になってるんですけども、圧倒的にですね、ブロックチェーンから吐き出される報酬の方がでかいんですね。で、一般のユーザーさんが、支払ってる手数料がもう結構違います。ゼロ一つ二つ違うぐらい少ないので、今のマイニングの会社さんの意見で言うとですね、ブロックチェーンからの報酬がなくなったらもうマイニング赤字でできないんじゃないかというふうに言われてるくらいなんですね。で、これはですね、どうしてゼロにするように仕向けたのかっていうと、やっぱりこれね、サトシ・ナカモトっていう方が作った、のがブロックチェーンなんですけども、その方の頭の中通りに今進んでおりまして、いわゆる取引がかなり増えればですね、取引手数料として使われるビットコインの手数料だけで、マイニングは事業として成り立つ。いわゆるマイニングをする人たちは出てくると。いうふうに予測してたんですね。で、それがちゃんと転換するのは2100何年ぐらいだろうというふうに考えてたんですけども、さあ今何年でしょうか。2022年という形で、構想からわずか12年ぐらいでですね、100年ぐらい先に構想してた未来がもう足元出てくるんじゃないかというふうに言われてるんですね。なので、これから、まだ半減期っていうのは何回か、存在するんですけども、ブロックチェーンの半減期、ビットコインの半減期は何回か存在するんですけども、2024年のビットコインの半減期、2028年のビットコインの半減期、この半減期を迎えるたびにですね、ブロックチェーンから支払われる報酬と、ユーザーが使う取引の数に応じて支払われる手数料の金額の合計ですね。これ常にね、追っかけていった方がいいですね。で、追っかけていった時に、必ずどっかでね、逆転することがあると思います。これ、逆転
しなかったらいわゆる続かないということですね。いわゆるその無報酬でマイニングする人はいなくなってしまいますので、まあ、基本的にはそのどっかで事業にならなくなってこうどん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 ちっちゃい経済圏になっていくんですけれども、おそらくですねあと2回とか3回いわゆる8年とか12年ぐらいでですねもうあのマイニングっていうのがもう別の報酬体系で、自走するような時代になるんじゃないかなというふうに思います。まあ、こうやってですね、あらかじめ想定されていたサトシ・ナカモトが想定していた未来よりもだいぶ早くですね仮想通貨の市場っていうのは市場に受け入れられているというふうに評価ができるんじゃないかなというふうに考えております。まあ、今後もですねいろんなサービスでいろんなグローバル企業のサービスではいこれもビットコインで支払っていいよこれもビットコインで支払っていいよっていろんな仮想通貨で支払っていいよという形で決済が進むと思います。日本はですね一番最初の黎明期にですね、結構あの物理的な無理やりですねあのアプリウォレットでかましてですね、その家電量販店で決済できるよとか、コンビニエンスのチェーン店で、あの仮想通貨支払いできるよって無理やり需要喚起をしようとしたんですけども、もう今はねそんなことしなくても素直に、大手がサービス導入すればですね大体のユーザー結構あのちゃんとペイできるぐらいのユーザーがいますので、まあ、普通に企業としても成り立つというような流れにもなってるというふうに感じていただければいいかなというふうに思います。よくですね仮想通貨の黎明期からいる投資家さんにいただく質問としてはですねいつ市場に仮想通貨ビットコインは受け入れられるのかっていうのをですね結構議論することがあるんですけども、これの答えとしてはですねもう今ですよと、もうすでに受け入れられているところもあるし、どん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 来てるじゃないですかと、これがねあの全然こう見えてないっていうのであればちょっとね情報を取る幅をもう少し広めていただいた方がいいかなというふうに思います。まあ、今後もですね大手さんがこうやって仮想通貨決済をどんどん採用してきたよっていうふうになれば、伊藤がですね実際にこう使ってみたとかですねあの どうやって支払いになるのかというような検証動画も上げていきたいなというふうに思いますので楽しみにしていてください。はい、それでは本日の動画は以上とさせていただきます。この動画が参考になったよって方はぜひチャンネル登録とグッド評価ボタンの方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お相手は今夜オタクの伊藤でした。また見てね。